今回はバターナッツかぼちゃを使って中華風ポタージュスープの作り方を紹介します。バターナッツかぼちゃはひょうたんのような形をしたかぼちゃで、バターのような滑らかさとナッツような旨味が特徴。繊維が少なく濃厚な味わいなのでポタージュにするのがおすすめです。それでは作っていきましょう。まずはバターナッツかぼちゃをカットしていきます。バターナッツかぼちゃはあんまり売られていないので、もちろん普通のかぼちゃでも OK です。縦に半分にカットしていきます。硬いですが普通のかぼちゃに比べたら切りやすいです。中は赤肉メロンのような綺麗なオレンジ色をしています。下の方にある種と綿を取り除きます。皮は少し硬いですが、ピーラーを使っても剥くことができます。皮が剥けたら火が通りやすいように適当な大きさにカットしておきます。あと玉ねぎを小さめの1個をスライスしておきます。材料はバターナッツかぼちゃ 250g、 玉ねぎ小1個、生姜みじん切り少量です。フライパンに火をつけ油大さじ1を入れます。玉ねぎ生姜を入れ炒めていきます。玉ねぎはこのくらいしんなりするまで炒めます。そうしたらかぼちゃを入れ炒めていきます。かぼちゃの表面に油が回ってきたら水を 100cc で煮ていきます。弱火にし蓋をして5分くらい煮ていきます。ワタも食べられるので栄養効果を高めたい方は一緒に煮るといいです。5分煮たらかぼちゃの硬さを確認し、しっかりと火が通っていれば OK です。粗熱が取れたらミキサーに煮た材料と鶏ガラスープの素を溶いたものを 100cc 入れペーストにします。ペーストにできたら豆乳か牛乳を 200cc 入れ合わせておきます。合わせたものを鍋に入れ火にかけます。
軽くブツブツと沸いてきたら塩を小さじ1入れます。味の素を少量入れます。胡椒を振りかけます。味を確認します。かぼちゃ自体の味によって変わってくるので味を確認してしっかりと調整してください。仕上げに鶏油があれば加えるとさらに美味しくなります。これでかぼちゃスープの完成です。スープボウルに入れます。彩りにパセリを入れます。今回はバターナッツかぼちゃのスープの作り方を紹介しました。もちろん普通のかぼちゃでも同じように作れるので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。